まくらあらバーバー、ね、あらというあの実況アナウンスも入っておりますけど、これどうですか、リヤドの試合場のようですけれども、そうなんです、雰囲気だいぶ違います、あちらの方は。そうですね、ちょっと変わってましたね。どんな点です、やはり服装ですね、で応援の仕方もちょっと違ってましたね。応援の仕方が、端っこの方で太鼓を叩いて押してるんですよ、どん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 、で分からない言葉で、まあ、もちろん分かるわけないんですけど、やってました。そうですか、はい、サウジの戦いぶり、やはりお国ぶりというのはあるんですか。サウジのチームにブラジルのコーチが見てるんですね、それですから形としてはブラジル的な攻め方してますね。しかしこうしてハットトリック、どうしてまあこんなに伸び伸びとね、やはり1点目入れた後からですね、気持ちがすごい楽になりましたね。そうですか、ハットトリックなんかなかなかしたことないですけどね。そうですか、個人個人のテクニックですか、ボールも、本当に持てますし、パスワークもなかなかいいチームです。そうですか、となればこの中国戦も今度の予選ということになれば、これはかなり厳しい戦いになるだろうと、そう簡単には勝てないと思います。そうですか、さてそうしてお話を伺ってきますとですね、ますます手強い相手がいるなというのを実感するんですけれどもね。多いようですね。そうですね、もうそうですね。